皆様こんにちは。本日は練りやかなやフェスタフラダンスパーティーにお越しいただき誠にありがとうございます。私は本日の司会を務めさせていただきます奄美パーク事業課の奥穂積と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、さてご存知の方も多いかと思いますが、練りやかなやとは遥か海の彼方に存在すると信じられている神様が住む豊穣の国のことです。古来より練りやかなやから潮の流れに乗って魚や貝など海の恵みが島にもたらされるという言い伝えがあります。奄美パークではご来園の皆様に奄美の海の魅力を紹介することを目的に、毎年夏休みが始まるこの時期に練りやかなやフェスタを開催しております。本日はそのオープニングイベントとしてフラダンスパーティーを開催いたします。それでは開演にあたりまして、当奄美パーク宮崎みどり園長より皆様にご挨拶を申し上げます。宇賀民将来、ありがとうございます。奄美パークの練りやかなやフェスタが始まると夏も本番です。まあ、今年はね、大雨で随分大きな被害が出ました。特にあの島の南の方の方、あるいは徳之島とか沖永良部とか、あの随分大変な思いをされた方もいらっしゃるんではないかと思います。心からお見舞いを申し上げたいと思います。でこの線状降水帯というのが今ずっと北上していて、あの昨日今日あたりはもうあの東北ですね、秋田あたりがまた水浸しになったりしておりますが、どうもこう気候がね、やっぱり、これは人類の営みのせいだという説もあれば、いろんな地球全体の動きという説もあれば、いろいろありますけれども、私たちが、まあ、伝統を守りながらつつましく生きていくと地球ともうまくやっていけるのかななんていう感じもする昨今でありますが、その伝統を守りながらの中の一つの考え方がこの練りやかなやではないかなというふうに思っています。ここはあの世界自然遺産に登録される時も環境文化型、自然がね、人間の生活と切っても切り離せないというこの関係の中でうまく育まれてきたと、これをね、あの感じながら今日の練りやかなやもあの過ごしていただければなというふうに思っております。今日も素敵なチームがたくさん、日頃の鍛錬の成果をご披露してくださる素敵な一日を楽しんでいただければなと思いますが、同時にこの奄美がいつまでも練りやかなやの、恩恵を受けてですね、豊かで幸せな地域であることを願いながら今日一日を皆様と一緒に過ごさせていただきたいと思います。本日は有安マリオタプログラム2番青会の皆さんです。メッセージを預かっています。私たち青会は奄美市笠利町須野で活動している団体で、名前の由来は笠利町東海岸の美しい夜明けの海をイメージしてつけました。今回は演目を3回に分けて披露いたします。1曲目、レイハリア。アメリカの青年がハワイを初めて訪れた時に、アメリカの乾燥した大地とは違うハワイの鬱蒼とした緑に感動した様子を表した歌とのことです。それでは青会の皆さん、よろしくお願いいたします。Nu alia
はい、阿波会の皆さんありがとうございました。はい、ハワイの鬱蒼とした緑、奄美も鬱蒼とした緑のイメージも皆様頭に浮かばれたのではないでしょうか。はい、阿波会の皆様にはまた後ほど2曲踊っていただきますのでお楽しみにしてください。続いての登場はハブオリアイスタジオの皆さんです。メッセージをお預かりしています。私たちはまずダンスに必要な体づくりをし、心を温め、豊かな感情を持ち、楽しく共に学んでいます。そして見ている方にもその思いが伝わるフラを踊れる、そんなスタジオを目指して頑張っています。今日はタヒチアンと現代フラアウアナをお楽しみください。前半はマケバとウアノホアウアクパの2曲を披露していただきます。ハウオリアイスタジオの皆さん、よろしくお願いします。
スタジオの皆さんありがとうございました、ね、1曲目は結構現代的な曲ですごいかっこいい感じで、2曲目はこうゆったりとしたこう癒される感じでしたね。フラダンスでもいろんななんかのが今楽しめてすごい、お得なイベントになっているかと思っております。はい、それでは続いて、の皆さんをご紹介します。続いての登場はカレイオハウオリフラスタジオの皆さんです。メッセージをお預かりしています。私たちカレイオハウオリフラスタジオは奄美大島出身の岩本あずさ先生ご指導のもと、日頃より踊りの表現を深められるようお稽古を重ねてまいりました。昨年9月より景気クラスを設立、現在6名のメンバーが元気いっぱい練習に励んでいます。今年11月25日には奄美で初めての発表会を開催いたします。そちらにもぜひ足をお運びください。優雅で美しく女性らしいフラで見ている皆様を幸せにできるよう精一杯踊らせていただきます。どうぞごゆっくりご覧くださいとのことです。はい、はい、1曲目に披露していただくのはウルパラクアです。ウルパラクアとはマウイ島
はい、ハレアガラ火山の山麓に広がる地域のことです。高原のひんやりとした気候の牧場で家畜を置くパニオロ、ハワイのカウボーイをたたえた歌です。ハワイのカウボーイ姿のかわいいケーキちゃんにご注目ください。川の前に寝合い、タオルパラクは永気にきやひやひ、カウメアポタニオロ、川の前に寝合い、タオルパラクは永気にきやひやひ、カウメアポタニオロ。エレリエフクレイ、タオルパラクア、オナナメカワブヒ、ヘビチマオリノ、エレリエフクレイ、タオルパラクア、オナナメカワブヒ、ヘビチマオリノ。ハイナマイカプアナ、アオルパラクア、エイニキニキアヒアヒ、カウメアパニオロ。ハイナマイカプアナ、アオルパラクア、エイニキニキアヒアヒ、カウメアパニオロ。2曲目はアロハアクアロハマイ。この楽曲のタイトルはハワイのことわざから来ています。愛をもらったら愛を返しましょう、つまり愛の循環です。オアフ島マノアの美しい景観とともに、この素晴らしいアロハのメッセージが届くように心を込めて踊ります。Helelei kaua tuahine, mehevai makao kalanie, aloha aku, aloha mai, aloha e. Kalani ake a kalani haha,Mai uka ke kai olu malie, aloha aku, aloha mai, aloha e. Hei ano Oh,
kapoli aloha o Hawaii. Kalani ake a kalani ha aloha ku aloha mai aloha aloha aloha続いて3曲目はナニピーホロです。この曲はマウイ島ピーホロ山の山頂に特別な人を思い浮かべて作られた曲です。ピーホロ山を望む景色と黄色いレフアの花の柔らかさ、甘い香りのマイレなどに思いを馳せ、特別な存在であるケアリー・レイシェルを称えた素敵な曲です。皆様にもその山の景色が見えると嬉しいです。Here I come, 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 I
ワハブ割合フラスタジオの皆さんありがとうございました。カウボーイの皆あのお子さんたち可愛かったですね。あと大人の子のしっとりとした美しいフラもあのすごくこう優しいフラで、癒されました、はい、では続きまして再び青会の皆さんに登場していただきます。曲は法霊です。法霊とは地名のことです。岸壁に波が激しく打ち寄せる法霊という地名を表した曲です。現在は火山の噴火によって昔と姿を変わってしまいました、はい、それでは青会の皆さんどうぞ。Thank you.
お会の皆さんありがとうございました。青い衣装がとっても素敵でしたね。はい、続きましてリコフラダンスの皆さんの登場です。なぜの四谷公民館でフラを楽しんでいるグループです。前半はワイカロアとパパリナラヒラヒの2曲を披露していただきます。それではリコフラダンスの皆さんよろしくお願いいたします。愛愛ワイカロア本命ホッキパマリヒ梅花メケアロハイカレオカマカマカ愛愛ワイカロア本命ホッキパマリヒ梅花メケアロハイカレオカマカマカアフリアクアウマハロイカナニハオカウイキオヤナニノイアオカハレイプククイアフリアクアウマハロイカナニハオカウイキオヤナニノのえあかうあけあかうらなねいやおはなめかうあまるあるあえんはいあないかのえおかのえあかうあけあかうらなねいやおはなめかうあまるあるあえんはいあないかのえマイカプアナワイカロアイカハノハノホメホオキパマリヒニヘイビュチマオリノハイナマイカプアナワイカロアイカハノハノホメホオキパマリヒニHey, beauty, my only, no.
フラダンスの皆さんありがとうございました。はい、でちょっと皆様代表の方どなたかちょっとお話をお聞かせください。どうぞ。はい、ウキウキ楽しくなるようなフラでした。ありがとうございます。はい、今日踊った感想いかがでしたか。はい、皆さんいろいろハードスケジュールの中今日参加できる方が少なくてですね、ですけど、時間を作って頑張って楽しく練習をしてまいりました。はい、ありがとうございます。お隣の方はどうでしょうか。はい、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。はい、もう楽しかったです。皆さんと楽しく共有するっていうことが私たちのポリシーですので、また続けていきたいと思います。応援の方もいらっしゃってますね。はい、ありがとうございます。はい、あとなんか皆様にお伝えしたいこととかございますか。とか、はい、四ツ谷文化の方で月に2回やっておりますので、興味のある方はぜひお問い合わせください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ではリコフラダンスの皆様には後半にもまた踊っていただきますので、ぜひお楽しみにしてください。続きましての登場はアロヒイリケアフラスタジオの皆さんです。メッセージをお預かりしています。私たちアロヒイリケアフラスタジオは各教室また公民館講座などさまざまなクラスで基礎からしっかり学び、日々笑いの絶えない仲間で気持ちを一つにして頑張っています。フラに興味のある方、無料体験や見学など随時していますので、ぜひお越しください。前半にパーリーシェルカウルベヒオケ会の2曲を披露していただきます。1曲目のパーリーシェルはフラダンスを習い始めて1年目の初心者の皆さんが踊られるそうです。はい、それではアロヒイリケアフラスタジオの皆さん、よろしくお願いいたします。Now my night
ケアラオカリポア。ヘホモヘンノケイケアクキカイモナヌイラヌイケアロハエヒイポリネメケアラオカリポア。皆さんありがとうございました。ではすみません、どなたかインタビューをちょっとお願いしたいんですが、あれですか？あ、どうぞ。はい、どうぞ。あ、皆さんよかったらどうぞ。ちょっとこっちの方で、はい。あと次のマイクの準備の方もお願いいたします。どうぞ前の方に。どうぞどうぞどうぞ。はい。あ、ちょっともうちょっとこっち側の方に寄ってもらっていいですか？すいません。あ、じゃあせっかくですからちょっと聞きましょう。どうぞどうぞ。はい。はい。皆さん笑顔が素晴らしかったです。今日の感想はいかがですか？はい、今日はお越しくださってありがとうございます。アロイリケアフラスタジオ の初心者クラスのプルメリアクラスです。で、毎週火曜日に先生のエリカ先生の熱心な指導を受けて昨年の5月に始まりました。で、本当に最初の基礎のステップから習い始めて1年経って3曲踊れるようになりました。今日はそのうちの2曲をご披露することになります。本当に、10名中8名が初舞台で本当にドキドキとまたワクワクした気持ちで今日は踊ることができました。またこれからも一生懸命練習して素敵なフラが踊れるように頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。他に皆さん、はい、どなたか、あ、どうぞどうぞ。はい、なんかフラの魅力とかよかったら教えてください。でも好きなこと喋ってもらっても大丈夫です。すいません。はい、はい。はい、皆さんこんにちは。アロヒイリケアフラスタジオと申します。ですね、本日は初心者クラスと一緒に初めてこの舞台に立たせてもらったんですが、とても楽しく踊ることができました。フラの魅力ですか。
本当にあのエリカ先生からで、またその大先生からのフラのあの魅力といいますか、フラの心、そしてあの皆さんに癒しを与えて、行きたいというその心をあのみんなで日々レッスンしております。何言ってるか分からなくなありがとうございます、すいません、はい、本日ありがとうございました。はい、ありがとうございます。あ、はい、もらいますね。はい、じゃあアロヒリキュアフラスタジオの皆さんには後半にもまた踊っていただきますので、ぜひお楽しみにしてください。もう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。はい、ではここでゆずかなのゲスト、ゆずかなのお二人に登場していただきましょう。ゆずかなは笠利町出身の深田譲るギターと、宮城県仙台市出身のシンガーソングライター淡井由衣かな子ボーカルによるアコースティックユニットです。ギターの四万字が紡ぎ出す優しい旋律に泡を言うような柔らかい歌声が重なり合い、生産される音楽は多くの人の心を虜にします。ではゆずかなさん、よろしくお願いいたします。
皆様こんにちは、我々ゆずかなと言います。今日は練りやかなやフェスということでね、素敵なダンサーさんたちがね、たくさんフラダンス踊りをしてくれていて、皆さん楽しんでいらっしゃるかと思いますが、その間でね、我々演奏を今日は4曲ほどお送りしたいと思っております。1曲目、ハブと流れ星という曲をお送りしました。この頃ね、ハブの季節、季節よですよね、はい、皆さんもハブにお気をつけてお過ごしください。2曲目はちょっと元気な
ハローという曲をお送りしたいと思います。から逃れて走れ走れマントルを抜け、何光年も旅をして、化石のティラノにこんにちは。郵便局で手を振って、と歩いてく、バイバイじゃね、また明日、思い出はいつもポスト色。ああ君と僕がまだ海に浮かぶ細胞だった頃、ああ夢を見たよ、幻のような光の中、確かな約束。球根から芽が出て、踊れ踊れ春風に乗れ、運命線吐き違えて、戻れ戻れ秋風を待て、何万回も間違えて、行ったり来たりで笑い合う、何万回すれ違えど、今会いたいから会いに行く、今会いたいから会いに行く。細胞だった頃、ああもう決まってた、遠くの昔に当たり前に確かな約束。球根から流れて、遡れ時のミルフィーユ、何光年も旅をして、クレオパトラにもこんにちは、火星のやつらにこんにちは、小さな島からこんにちは。しました。次は、今日はね、練りやかなやフェスタということで、海にまつわる曲をと思いまして、カバー曲を1曲お送りしたいと思います。冗談でいつもつながりを信じていた、砂漠が遠く見えそう。
な時もぼやけた六等星だけど思い込みの声に落ちた初めてプライドの柵を越えて水になってずっと流れるよ野生の残り火抱いて素足で走れば柔らかい日々が波の音に染まる幻よ冷めないで ねじ曲げた思い出も捨てられず生きてきたギリギリ妄想だけでずっと風のような歌届けてよ行き着くその場所が最後だとしても柔らかい日々が波の音に染まる幻よ覚めないで渚は二人の夢を混ぜ合わせる揺れながら輝いて渚という曲をお送りしました。我々ゆずかなはですねフラダンスこそは踊れませんが、はい我々はカピバラが大好きということでカピバラっていうのは世界で一番大きなネズミなんですよ。でカピバラの歌っていうのをね作っちゃいましてでそれでフラダンスほどはもう難しくないのでちょっとした、ね、踊りがあるんですよ。ダンスって言えないねこれね踊りがあるのでちょっと皆さん、はい、ぜひね今日子供たちもいっぱいいると思うので一緒にねこれをやってほしいなと思っております、はい、カピバラカピバラカカピバラあ皆さん上手ちょっと恥ずかしいんですけどもう気にせずやってくださいカピバラの前足の指の数4本なんですけど4本出していただいてこうですね、はい、お化けにならないように気をつけてカピバラカカピバラあ皆さん上手これがサビで来ますのでよかったら一緒にねやってください。じゃあこの曲で最後にしてまた
フラダンスを皆さん楽しんでいきましょう。朝が来たよおはようさん、ぐっとひと伸び深呼吸。僕は世界で一番でっかいネズミなのだ。今日も元気に行ってきます。ぐびっと水を飲み干して、お日様がいるあったかい朝は絶好調さ。でも寒い冬は苦手、ストーブの前で夢を見る。食べて寝て起きてまた食べて寝て、ちょっと酔いで幸せ。 Life is simple さ、一緒に歌おうか。ピバラカカピバラカピバラコカピバラカピバラデカピバラ、ワーオ、ありがとうございます。コカピとデカピが出てくるので、そこ一緒にね、ぜひやってください。お隣さんにこんにちは、黄色い羽の小鳥さん。僕の背中に乗っかって旅に出ませんか。でも冷たい雨は苦手、お団子になって雨宿り。食べて寝て起きてまた食べて寝て、ちょっと酔いで幸せ。 Life is simple さ、一緒に歌おうか。ピバラカカピバラカピバラコカピバラカピバラデカピバラ、ワーオ、もう一回、もう一回か。ピバラカカピバラカピバラコカピバラカピバラデカピバラ。今カピバラ走ってます。時速40キロから60キロぐらい出ます。最後まで楽しんでいきましょう。ありがとうございます。はい、ゆずかなのお二人ありがとうございました。もう一度大きな拍手お願いいたします。ありがとうございます。はい、でこの後ちょっとマイクのセッティングをさせていただきますので、少々お待ちください。ありがとうございました。
はい、お待たせいたしました。それではいよいよ後半のステージの方にお届けしたいと思います。まずはハウオリアイスタジオの皆さん、 Make You Feel My Love と Slow and Easy、 美女と野獣の3曲を踊っていただきます。それではハウオリアイスタジオの皆さん、どうぞ。When the rain is blowing in your face and the whole world is on your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars appear and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. はい、ありがとうございました。では続いての曲は子どもたちと、あとウクレレの演奏などもあるそうですよ。皆様ご準備お願いします。やばい。
笑顔で言って笑顔で。Sunshine 浜辺に忘れてきたスマイル匂い集めに行こうのんびり行こうよ I know でも焦りすぎなんじゃない No 周り見渡してごらんよ答えはいつだって近くにあるよ前だけ見てたら愛すべき人や風景に気づけないからTake it slow and easy together 君と眺める海は透き通って太陽はいつもより眩しくて幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだってきっと何でもないありふれた朝も苦しくて眠れない夜もこの先どんなことがあっても Always 幸せはここにあるいくつじゃないから愛すべき人や風景にもっと身を委ねて Let's take it slow and easy together 君と眺める海は透き通って太陽はいつもより眩しくて幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだってきっと何でもないありふれた朝も苦しくて眠れない夜もこの先どんなことがあっても Always 幸せはここにあるで大切な思いに気づいて何でもないありふれた日々を愛しく感じるそれだけでこの先どんなことがあっても Always 幸せになれるありがとうございます。はい。はい、ではもう一曲踊っていただきますね。少々お待ちください。
as old as time, true as it can be. Just a little change, small to say the least. Both a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, ever just the same, ever a surprise. スタジオの皆さんありがとうございました。ではちょっとインタビューを、はい、お話聞かせてください。みんなどうぞ。可愛かったですね。ね、皆さん、はい、はい、いらっしゃ、はい、あ、はい、どうぞ。マイク使いますか。先に、じゃあどうぞ、はい、座ってください。はい、まっすぐね、一列一列、丸くじゃなくて、うん、一列一列教室ね、またまた、お客さんに向かって、はい、座って座って、足届く、おいで、おいで、こっちに。すいません、今レッスンの後にみんなで手遊びしているので、それで終わりたいと思います。みんな大丈夫？行きまーす。どうしようか。せーの。おゆぽいやいやい、えいや、おー
回いきます。超早くね、いきます。おいぽやいやいえいや、おいぽやいやいえいや、おいぽやいやいぽえつきつき、いぽえつきつきえいや。ありがとうございます。はいはい、ありがとうございます。あ、はい、じゃあちょっとね、あ、アイさん、マイク、はい、あ、じゃあちょっとこっちに来ようかな。みんな立って大丈夫ですよ。はい、ちょっとだけお話聞かせてください。誰か喋りたい人いますか？いない。はい、一番お姉ちゃん、いや、はい拒否されてます。はい、じゃあね、あ、お願い、一言でいいよ。今日楽しかったですか？はい、楽しかったです。楽しかったですか？はい。みんなフラダンスはどういうところが楽しいですか？喋りたそうな人いない？僕どうだろう、うん、今日楽しかった？楽しかったよかったです。はい、お兄ちゃんはどうですか？今日楽しかったですか？すごい楽しかったです。お、素晴らしい、ありがとうございます。お兄ちゃんもどうですか？フラダンスどういうところが楽しいですか？みんなでなんか踊るところ、うん、みんなで踊るところ、はい、はい。他喋りたい人いないですか？大丈夫かな？はい、じゃあもう一度皆さん、はい、じゃあもう一度皆さん大きな拍手をね、子どもたちに送ってください。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。じゃあ向こうからね。はい、はい、向こうから帰ってください。はい、ありがとうございます。いやー、可愛らしいですね。手遊びも楽しそうでしたね。こうツキツキとか言ってこうはい、ハワリアイスタジオの皆さんでした。ありがとうございました。はい、それでは再び青海さんの登場です。曲はハワイアンウェディングソング、チャールズ・E・キング作詞作曲、メル・ビーンが歌っています。結婚式を祝う曲です。どうぞお楽しみください。
ありがとうございます。はい、どうぞちょっとお話をお願いします。はい、どうぞ。あ、どうぞどうぞ、前の方に、前の方にどうぞどうぞ。はい、はい、青会の皆さんありがとうございます。ありがとうございます。かさり地元スノということで、このアマミパークのフラパンディにもよく出演をされて、はい、地元ですので毎回出演させていただいてます。グループ作られて何年ぐらいになるんですか？まだ1年です、はい、そうですか、はい、はい、今日踊ってみて感想はいかがでしょうか？このフラフェスティバルで会える、あの年に一度会える方がたくさんいらっしゃるので、本当に毎年楽しみにしてます。はい、はい、ありがとうございます。あとどうでしょう、フラダンスの魅力とか楽しいところなども教えてください。こんにちは。今日はですね、あの1年に1回しか参加できないんですけど、はい、まあ、楽しく皆さんにお会いできてね、よかったです。フラやっててよかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、どうぞ。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、終わりですか？わかりました。はい、じゃあ青会の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。はい、では続きまして、アロヒイリケアフラスタジオの皆さんに再び登場していただきます。曲はファカテレテレ、クレオアロハの2曲です。どうぞ。Yeah.
はい、アロヒイリケアフラスタジオの皆さん、情感たっぷり優雅な美しい踊りでしたね。ありがとうございました。続きまして、カレーオハウオリフラスタジオの皆さんに再び登場していただきます。曲はホーザラーフィー。ハワイ島マウナケアの山頂に巨大な天体望遠鏡の建設が計画され、地元ハワイの人々を中心に聖なる山頂を守るために立ち上がったプロテクトマウナケア運動。この楽曲はその運動に実際に参加したジョシュ・タトフィーが作った曲。空高くはためく旗に祖国の自由と平和を願う、そんな深い思いが込められた曲です。奄美で暮らす私たちも島の大自然を守りたい、そんな思いが重なります。奄美大島紬をまとい、心を込めて踊ります。ました。はい、ではちょっとお話をぜひ聞かせてください。先生かな、はい、お願いします。はい、今日の感想はいかがでしょうか。良かったと思います。ありがとうございます。はい、こう大島紬のもう素敵なスカートで、はい、これはこのフラのために皆さんで新調された、はい、そうですね、はい、はい、素敵ですね。なんかこうフラダンスの魅力はどういうところに感じてらっしゃいますか。もうフラダンスはもう笑顔になれるところですね、はい、ね、はい、ありがとうございます。あとなんか皆様にお伝えしたいことなどありましたら、はい、そうですね、11月の25日に、第1回目になるんですけど、この奄美で、発表会をすることになりましたので、ぜひ足をお運びください、はいはい、場所とかはまだお決まり。場所は奄美市内の交流センターになります、ね、市民交流センターさんの方ですね、はい、11月25日だそうですね、はい、どうぞよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ失礼します。
はい、では皆様もう一度皆さんに大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、練りやかなやフェスタオープニングイベントフラダンスパーティーお送りしてまいりました。皆様いかがでしたでしょうか。いよいよ最後のステージです。最後はリコフラダンスの皆さんでおなじみの島のブルースをお送りいたします。はい、リコフラダンスの皆さんよろしくお願いします。これにて練りやかなやフェスタオープニングイベントフラダンスパーティーを終了いたします。出演者の皆様へもう一度大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。どなた様もお忘れ物がございませんよう、お身の周りの お気をつけてお帰りください。本日はありがとうございました。